ネルは2001年にデビューした大韓民国のロックバンド1999年に結成。2001年にインディーズとしてアルバムデビュー。ソウルの広大にてライブ活動をしていたところをソテージに見出され、2003年ソテージカンパニーより自身3枚目となるアルバムレッド・イット・レイをリリースしメジャーデビュー。グループ名の由来は映画 ネルからインスピレーションを受けたもの。1999年、高校卒業直後に、地元の1980年生まれの同級生仲間4人で結成。2001年、アルバムデビュー。2003年、メジャーデビュー。2008年3月21日に発売した第4週、セパレーションアングザイティに収録された、記憶を歩く時間は、インディーズ出身のバンドとして、 韓国の地上派の音楽番組で初めて1位を獲得。8月10日、サマーソニックの大阪公演に出演。12月より、チョン・ジェオンが兵役に入隊のため、他のメンバーも芸能活動を休止。2009年8月13日、キム・ジョン・ワン入隊。2012年4月10日、フルアルバム大募集、スリップ・アウェイを発売し、活動再開。 2013年、2012年に韓国で発売したアルバムスリップアウェイで日本デビュー。原宿アストロホールでワンマンライブを行った。2014年サウスバイサウスウエストに出演。アルバムニュートンス・アップルがビルボードベスト K-POP アルバムで2位を獲得。2015年の赤坂ブリッツでワンマンライブを行った。2017年4月。 アジアツアーで韓国を訪れたコールドプレイがグレーゾーンを SNS にお気に入りのバンドだと紹介した。11月13日から14日に東京と大阪でワンマンライブを行った。2018年4月アイドルグループワナワンのユニット曲のプロデュース企画に参加。7月に来日し、寝る S シーズン2018を公演予定。ボーカルであり、 作詞作曲を手掛けているキム・ジョン・ワンは、幼い頃より洋楽メガボルトを見ており、6歳の時にスウェーデンのバンドクセットを好きになった。また、小学校から高校3年生まで、カナダ、スイス、バーレーンなどで暮らしたため、韓国音楽を聴いて育っていない。コールドプレイも幼い頃から好きだった。 ありがとうございます。